と、はい、今からルー、はい、今からルームバトルっていうのを作りますので、パスワード設定します。で、一応私が部屋を作れば一覧には載るんですけれども、まあ、一覧から探し出すのもしかしたらちょっと苦手な方もいるかもしれないので、お部屋の ID 番号もちょっと一緒にもう載せようかなと思ってますので、うん、そうだね、はい、対戦共感で私はルームを指してパスワード設定、じゃあここからちょっとパスワードをつけて一斉に3はいで見せますんで、先にラミーに見せてくれるよね。あ、もちろんもちろん。入れねえとかなっちゃうよね。ラミーちゃんお前の席ねえからみたいな。おめえの席ねえからになっちゃうからね。じゃあちょっと待ってね。でもそっからバチバチなのみたいな。早いよ。入ってこれるかなみたいな。お前にこのスピードついてこれるかな。ついてこれるかな。ついてけないよ。ちょっともうこっそりこっそり教えてもらって。はい、じゃちょっと待ってくださいね。で、待って。マッチングの、ID がですね、今打ちますね。で、私今日ちょっとね、画面が左にあるのでちょっと下向きがちなんで気にしないでください。でら、ラミーのことは見てくれないの？あ、今日ね、ラミちゃんのことあんま見れないんだよね。あれ、ちょっと待って、ラミーもさ、ちょっと違うとこ見てからすれ違いだね。 あの、数字打ってる時にちょっと話しかけられるとあの、ちょっと違う今日辛辣だねなんか、何？なんか闘争心すごくない？今日やべえ、スシロボタン、ちょっと不仲説出るぜ。あ、やべやべやべ、不仲説出ちゃう。やめてよ、そんな。じゃあ